皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは集客ができない、すぐに講座を作り直す前にチェックしてほしい3つのポイントということについてお伝えしていきたいと思います。私のクライアントさんで新規講座とかを作る方は、まあ、いろいろな形でそれをプロモーションということで拡散告知とかをしていくんですけれども、それをやった何においてですね、まあ、今一つ集客がうまくいかない、発表したけど誰も食いついてくれないとかっていう時にですね、これ講座が人気がないから作り変えようと思ってるんですっていう話を、まあ、たまに聞くことあるんですけど、その時に私ちょっと待ったっていう話をしています。作り直してもいいんだけど、作り直すのを判断できるほどのことをやってるかどうかっていうのをまずねチェックしたいんですよ。その前に講座そのものがもちろん悪い場合は致命的なので直すんですけど、講座が良くても、できてない部分があれば当然集客ができないので、そこをまずチェックしてから作り直さないと結構大変なんですよ。だって作って壊してまた直してでしょ。だからその人はまず講座は一旦いいものがもしできているのであれば、まあ、特に私もコンサルをして作ってるわけなので、そうそう悪いものできてないんですよ。だけど集客できない、はい、当然理由があります。でその理由を今日はお伝えしていきたいと思います。はい、まずですね、集客ができないとなった時にチェックしてほしい3つのポイント、大きくは3つあるんですよ。いっぱい本体要素ありますけど、まず3つ、はい、これですね。でこれがまずまず1つ目がそのサイトへのアクセスといって、見に来ている人が何人ぐらいいるのかっていうところがまず1点目ですね。で2点目はご自身の、露出頻度ですね。露出頻度っていうのはその講座をどれぐらい伝える拡散頑張って見てますかっていう、このあたり露出頻度、これはやっぱりチェックしますね。で3つ目は、先方から、相手から、お客様からの注目度、まあ共感という言葉に表されるかもしれないですけど、注目度、これがあんのかないのかみたいなところですね。まあ、これをちょっと確かめたいのがまず作り直す前にチェックしてほしいところになりますので、こちらの方をお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね、アクセス。アクセスっていうのは実際に、その人がそのサイトに見に来たっていう、まあ、足跡がね残るんですけれども、まあ、そちらの方を探る方法として、Google アナリティクスっていう解析ツールを入れるか、まあ、あとペライチとかそういう何か特殊なアメブロでもいいんですけど、分析とか解析、アクセス解析っていうの大体ありますから、その数値がどこまで精度が高いかは別としてですよ。アナリティクスは割と精度高いです。アメブロは以前ほどじゃないけど、まあ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 分かるかな、ざっくりした人数、ここをまず見てほしいんですよね。そもそもですね、見に来てる人が少なかったらそれ以上申し込みって入るわけがないんですよ。だから探されるようにページは作る必要があるんだけど、開業当初とかまだファンがものすごくついてない人は自分で努力してそれを見せる努力しないとダメなんですよ。それができていない状態においてアクセスを、見ずに、いや人気ないからっていうことで講座作り直すっていうのは、作り直しても売れない可能性が高いんですよ。そもそも見られてないっていうことだったとしたら、要は見られてないほどの自分の注目度が低いということになるから、そこをまず考えないといけないので、アクセスですね。でじゃあどれぐらいあったらいいのよっていう話なんですけど、それはもちろん多ければ多い方が制約する確率は高いんですけど、薄いお客様、関係性が薄いお客様1万件で1人決まるより、濃い関係性のお客様100人で1人決まるっていうことだってありえるんですよ。だから必ずしも人数ではないです。とはいえですね、1日にそのサイトが5件ぐらいしか見られてないとか3件とか1桁以下だとまず決まらないです、確率論の問題として。だから
まず集客ができてないという場合にそのサイトを見られてるかっていうこととかも一つポイントになりますから、そこをねまずチェックしてほしいのが一番目です。で次に2つ目、これ案外重要で皆さんが案外できてないところなんですけど、露出頻度です。露出頻度ということはそのサイトを見せるないしはご案内する、自分が告知とか、それにまつわるようなお話とかの記事投稿どれぐらいできてますかっていう話なんですよ。で大体集客できないって言ってる人って、例えばブログに月に2個しか上げてませんとか、 LINE とかも月に2つぐらいしかとか、インスタグラムはなんか3日に1遍やるかなぐらいの雰囲気とか、とにかくね頻度が少ないんですよ。まずある程度事業が軌道に乗るまでは頻度上げないと見てもらえないんです。なぜならばライバルが多すぎるからです。私がパン教室やった時っていうのが11年12年前か、あの当時ってまだウェブ集客をそんなに積極的にやろうっていう先生が少ない時代だったので、ブログを毎日書いておけばそれも多分1000文字ぐらいですよ。今って3000文字とか5000文字とか必要になっちゃったんですけど、当時はそれぐらいまあ毎日更新してれば自然にファンがついてたんですよ。今つきにくいですね。それは集客は相対評価だっていう状況があるんです。ということは露出頻度も少ない人は目立たないから見てもらえないから、結果として露出頻度が少ないイコールそのページを見てもらえる機会がすごく少ないというふうになると、当然決まっていく確率も減るんですよね。だからある程度の露出頻度がまあ必要になるっていうところ。だから SNS での投稿とか、あと内容ですね、これライティング文章術の方の領域になっていくんですけど、注目してその先を読みたくなるように書かないとページをクリックしてもらえないので、ここ文章が下手な人はただ新規募集始めました、ここ押してね見てねは見てもらえません。基本人って何で物を買うのかって言ったら、困りごとがあったりよりいい未来とか好きなことのためにお金を使うから、まあ大体お金を使うわけですよ。でそれそのお金を使う人に対してですよ、使うかもしれない人に対して、こんな講座作りました見てねだと見られないのは分かりますよね、おそらく。じゃあもうちょっとだけ丁寧に言うと、じゃあ例えば、私パン教室をねやってましたから、そのパン教室の講座に呼びたい内容に属性に合った人がどういうキャッチコピーを言えば乗ってくるかなっていうのを考えて、当然キャッチコピーを書いてイベントの URL、誘導します。例えばレギュラーのコースはね、メルマガ会員に向かって告知すると大体埋まってたり、自然検索で埋まってたんであれなんですけど、イベントレッスンとかだと例えばやりたいっていう声があって作るような場合もあるんですけれども、新規性とか驚きとか面白さがあるものって人って食いつくじゃないですか。だから一番面白かったのがラムネあんっていう青いあんこ、今はだいぶね商品化されましたけど、まだ出始めの頃でサンプルしかないような時代の時にサンプルを取り寄せて試作して写真上げたんですよ SNS に。そしたらみんな当然見たことがないものですから、スライムみたいな青いやつですよラムネの味するんですよ、あんこなのに。不思議だと思いませんかでそれを結局ラムネあんっていうのでやった、まずビジュアルがインパクトが強い、だからこれ何これみたいな感じで、夏用のパンとしてあんパンとしてね、成形も面白い状態でやったんですけど、それなんかもうほぼ写真上げただけで注目度が高くて、問い合わせがどんどん来て、これ習いたい食べたい習いたい食べたいって言って4席欲しかっただけだったんですけど、何も書いてないのに写真だけで4席埋まっちゃいましたっていう状態。だからここにもしも言葉伝えるんだったら、まだ誰も食べたことない青いあんことかって多分言うかもしれない。夏しかもそれね冷やせるんですよ、冷やせるあんこで、パンって夏ってなんかもたもさして食べたくなくなるじゃないですか。なので冷蔵庫に入れて冷やして食べて美味しいパンっていうことにしようと思って、夏のイベント見た目にも涼しそうですしね、やったんですよ。
ということは冷蔵庫に入れても固まらない配合、まあ、固まらないっていうと言葉語弊があるか、固まりにくいパキパキにならないもっちりした感じを残しておく配合ですね、冷たくしたとしてもっていうので やることをしましたよ、はい、なのでそういう興味をそそられるような内容で、かつそれを、まあ、すぐに真ん中相手はね頻度高く言っていかなきゃいけないんですけど、まあ、そもそも内容がね強ければもちろんそういうふうに埋まっちゃうっていうのはあるんですが、注目度が高いような状態の投稿と頻度をやっぱ上げていくっていうことが一つになりますね。これ二つ目で、三つ目はちょっと今ちらりと言いましたが、注目度、要は共感度合いですね。共感される内容、いやいいなそれ面白い、習ってみたいとかっていう風な紹介の仕方をしないといけない。でフィードバックがなかったり、コメントも全然つかないとなると、それは紹介の仕方変えないといけないですよね。でこれを全部やった上で、やりきった上で、それでも集客ができないって言った時に、初めてどうしようかな、講座作り直そうかなっていうのを考える領域になっていきます。ですのでそうでもない限りにおいては、まずすぐに講座を作り直そうっていうふうに思わないっていうことです。なぜかですね、自分の集客のプロモーションの頑張り度合いを棚に上げてですね、作った講座をすぐに壊してやり直そうっていう人がいるんですけど、それは現実から多分目を背けてます。講座そのものが本当に悪い場合もありますし、集客活動が悪い場合がある。で両方どっちが悪いかを見極めなきゃいけないから、講座の内容が悪いっていうんだったら、まずはそのどんなに頑張って集客しても全く見向きもしてもらえなかったっていう事実が必要になるので、大体そこが足りてないケースが多かったりします。できない場合にはね。でただこれは、まあ、こういう話があったんでこういうテーマで話しましたけど、もっと言ってしまうと、私が講座を作る時っていうのは、欲しい人を目の前に置いた状態でから講座作ります。大体だからもうちょっとラフな段階で、これ欲しがられるよね、どうですか、欲しいです欲しいです欲しいですって何人か集めておいて、でそこにあったその講座発表みたいなことをよくやるので、まあ当たり前ですけど、その状態を作っておくと満席になるのはそんなに難しくはないので、作っちゃってから頑張って売るよりも、ざっくりラフでこういいから、こんな講座欲しいんですかみたいなのを聞くことができた上で作るのが一番安全パイかなというふうには実は思っています。はい、だけどまあ作っちゃった場合には潰すっていうのもなかなか楽ではないので、その検証する必要があって、その時にいきなり講座作り変えるんじゃなくて、3つのポイントを探ってからやられるといいんじゃないでしょうかっていうお話でした。はい、ということでまとめていきたいと思います。集客ができない、すぐに講座を作り直す前にチェックしたい3つのポイント。1つ目、その講座のページへのアクセス、人が見に来ているかどうかのチェック。2つ目、自分自身の SNS での露出度、上手に文章で誘導する必要はあるんですけれども、そちらの自分がそもそもよくそれを宣伝してるかしてないかは結構大きなポイントです。3つ目、注目度、それを出したものに対して人の反応があるかないか、これはやっぱり調べないとですね。反応がないんだったら、講座が本当に悪いかどうかを一旦やりきった後に、やっぱ悪いみたいねって言ったら作り直すっていう潔さも必要なんで、そのあたりの判断をしていくために、まずはやりきってみるっていうことがあってからの講座やり直しっていうふうに考えていただければいいなと思いまして、お話ししてみました。それでは。